ウィリアムズ FW27 は、ウィリアムズが2005年の F1 世界選手権産専用に開発したフォーミュラ1カーで、サムマイケルとロイック・ビゴアが設計した。2005年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。デザイン部門の顔であったパトリック・ヘッドが、テクニカルディレクターを辞し、公認のサムマイケルが、FW27 開発の責任者となった。 エアロダイナミクス面では FW26 の後期型を踏襲しているがフロントノーズはより高く薄くなっているほかサイドポンツーンもこれまでのマシンの中では最小と言われるほど小型化を果たしたその代償で排熱が厳しくなったためかなり大きめのチムニーダクトが装着されたそのチムニーの後にはウィングレットが装着されているリアサスペンションは FW26 を踏襲しているが、フロントサスペンションが特徴的なツインキールから FW25 までと同様のシングルキール方式に戻された。当初、BMW は2005年用のエンジンとして P85 を開発していたが、2004年の途中で発表された2グランプリ1エンジン規則に対応できないことがわかり、FW26 で使用された P84 を ベースに P85 のパーツを使用し、耐久性を持たせた P84-5 を開発した。開幕戦から大量の新規パーツを投入。第2戦でバージボードを装着。また、第3戦ではエンジンカウルが新型化された。第10戦でサイドポンツーンがモディファイされ、第14戦から新型フロントウィングが投入された。終盤の第18戦には、 ルノー R25 で実戦投入された2段式のフロントウィングも使用された。ドライバーは2メートも交代し、新たにマーク・ウェバーとニック・ハイドフェルドが加入した。第2戦でハイドフェルドが3位を第6戦モナコ GP で2の3フィニッシュ。第7戦ではハイドフェルドが初ポールポジションから2位表彰台を獲得。このシーズンはこの四回しか表彰台に上ることができず。 コンストラクターズランキングも5位に落ちた。ハイドフェルドは第14戦終了後のイタリアモンツァ合同テスト時のクラッシュでイタリア GP とベルディ GP の欠場を発表。その後のブラジル GP からの復帰を目指したトレーニング中に再度負傷してしまい、結局2005年シーズンは復帰できなかった。この間の代役はテストドライバーのアントニオ・ピッツォニアが務めた。 シーズン途中で BMW がザウバーを買収して2006年から BMW ザウバーとして参戦することを決定。マシンの開発も滞り気味となってしまった。2005年カナダ GP でマーク・ウェバーがドライブする FW27、BMWP84、52006年は新たにコスワースの CA2006 エンジンを搭載することが決まっていたため、 FW28 が完成するまでの間に FW28 用のエンジンとギアボックスを搭載した FW27C が製作されテストで使用された。カラーリングはフランク・ウィリアムズがピアス・カレッジと共に会一に参戦をした1969年当時のカラーリングをモチーフにしたものに変更された。ありがとうございます。